はい、おはようございます。千葉県出張3日目、切り株状況の作業で今日最終日です。今からまた準備して、作業を行いたいと思います。今日も、天気が良くて、暑くなりそうなんで、熱中症に十分注意して作業を行いたいと思います。まあ、こんな感じでいい天気になっています。はい、では頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、午前中の作業終了ですね。何箇所だろう。朝1、2、3、で4、5、6、7、8、9、10、11箇所ですね、午前中。まあ、比較的、切り株自体が高さがそんなないんで、チェーンソーでね、切ることがないんで、結構早く、進んでおります。あと、まあ、大きさもありますし、硬さもありますしね、1日何個っていう断定はできないんですが、まあ午前中で今10個ちょっとかな、終わることができたんで、あと午後、3、4箇所できればいいかなと思っております。ということでお昼にしたいと思います。はい、ということで、午後の作業を始めたいと思います。それにしても暑いですよ。あ、でも全然違う、日陰に入ると。日な、まあ外でね、仕事をされてる方は分かると思うんですが、日向と日陰のこの温度差すごいですよね。でも日陰にしばらくいるとそれに慣れちゃって、結局暑いっていうね。なんでまた午後作業を始めたいと思います。はい、ということで、切り株除去作業、3日間の、作業終了いたしました。で、3日間で延べ何個だろう、ちょっと数は定かでないんですが、40中盤ぐらいですかね、44、5、まあ、50は行ってないですね。まあ、そのぐらいの数、やりました。で、今すぐね、切り株除去っていうのは今すぐこうどうこうっていう作業ではないんですが、やっぱりね、
近からず遠からずっていうことで、処理しておかないとね、この夏場の暑い、芝がね伸びる時期に、の刈り込みにね大きな影響が出てきます。なので、気づいたらっていうかね、やってもらいたいなとは思います。で、自分たちでねやるのが一番いいんでしょうけれども、自分たちで本当刈り込みが忙しかったり他の仕事が忙しくてできないっていった場合は、本当ね無理せずっていうかね、そんなぎゅうぎゅうにこう仕事をね詰め込むんじゃなくて、ある程度ねゆとりを持って、私みたいなね、こういった、コース管理の業者に頼んでみてもいいのかなとは、私は個人的に思いますけどね。なので、その作業する負担も減りますしね、あとコースの見栄えも全然変わってきますんで、そういった意味で、切り株除去、行っていければいいなと思っております。ということで、今日は、茨城地元に帰りますんで、また、来月あるかな、こちらのコースでね。なんで、それまで、また違う形で、動画の方アップしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではまた。